チャレンジしましょう、チャレンジ。無理だけど。ナイス、いいですよ、いいですよ。どんどんチャレンジしましょう。来た、シュートだ。オッケー、シュート。来た。うわー、すげえ。
はい、山本さん、はい、2回、まあ2セット目が、まあ、2セット目の3本目ね、はい、そうですね、あちょっとずつこう、やっぱりエンジンかかってきたというか、あの若い子たちこうリズムにもちょっと合わせられるようになってきたなというのと、うん、あと、まあちょっと楽しくなってきたなっていうのがある、はいはい、だからあの一緒にほとんどあの大きいことやってるから、うん、まあ、だんだんちょっとどういう特徴かなって見ながら、はい、うん、どういう動きが多いのかなとかちょっと観察しながら、うん、あ、こういうこのタイミングでパスがいいのかなって、はい、いうのが分かってきた、来てからはちょっとパスが繋がってきたなとは思うんだけど、あと完成最後の俺がパスミスみたいになっちゃった、ね、いやあれは俺が来てもう一回完成に出して、はい、完成が開いちゃったから、はい、その動き、まあ俺的には古い感じ、フットサルが狭い局面だから、はい、ここにあの置いてたら別に右足に出すから動かなくていいんだよ、はい、動いちゃったじゃん、はい、だから普通の人が見ると俺がパスミスしちゃった感じに見えるの、ね、この距離であのタイミングでパスミスしないから、はい、もちろんすごい普通の、まあもちろんサッカーやってる人やってない人、特にやってない人、わからない人っていうのは、はい、そういう微妙なところで俺がパスミス、うん、あ、本田さんパスミスしてるよみたいな感じで普通にこういう解説がなくて、はい、違うの止まってる状態で俺は 右足に出した、うん、はい、まあ映像見れば分かるけど動いたところのいたところに俺パスに出してんだよ、うん、そうですね、確かに、うん、だからあれはそんな無駄な、まあ無駄な動きとは言わないけど、はい、うん、もう止まってていいんだよね、こう、うん、相手をこうちょっとこう、まあ、触るぐらいな感じで、はい、分かるところにいてちょっとバーンってパス、うん、あのスピードだったらバーンってよっぽど狙ってないと取れないと思うから、はい、接近でね、もちろんそのパッと開いてね、ちょっと相手から遠くに動いてもらうってね、うん、まあセオリーかもしれないけど、はい、今まで教わってきたことカンセラが、はい、今ちょっとね多分
俺の中ではちょっと違うんだよ。あ、はい、もうそこの背負ってようが、うん、背負ってようがこの横に置いてようがもうボール1個分か2個分とか、はい、もう要は相手が遠いところ、うんね、相手が右にいたら左足の遠いところにパスパシーンと速いのと、はい、うん、相手が左だったらさっきみたいにもう右足にポーンと速いのをパスを当てたい、はい、もうパススピードなんだね。でもちろん横パスでゆっくりね相手が出てこないときゆっくりパスわざと横で相手をこうね動かす、うん、横パスで、ここって時に縦に抜けてスイッチを入れてスピードアップっていうことだったりとか、はい、そういうちょっと変化だったりとかね。だから結構フットサルっていうのは俺もほらフットサル選手じゃないから、うん、その辺のその動きっていうのは細かくわからないけど、はい、あんまり動きすぎてもダメなのかな、うん、はいはい、本格的なフットサルじゃないから、はい、だから、まあ、効率よくちょっと動く、うん、はい、もちろんこう入れ替わるっていうのも大事だけど、あんまり目まぐるしくもって動いてもダメなのかなってちょっと自分なりにね、はい、そういう中でちょっとこう3本目だったから、まあ、知らない人どうしてもちょっとずつ、まあ、合わせられること、まあ、大体個人フットサルで来てる人たちっていうのは、まあね、はい、自分をこう出す自分のこう得意なプレーを出したいっていう人が多いと思うんだけど、全然それでもいいと思う。それでね、楽しかったらそれでいいし、できる人が合わせられるのが一番いいし、どっちかというと合わせられると思ってるから、はい、一応もっとプロだからもちろんその特徴に合わせてちょっと気持ち良いプレーをさせてあげられるかなっていうね。ちょっと気持ちよくやっちゃってるね、なんかね。自分ですか。ああまあ自分はそうですね。もともとコサル月曜日とかやってたんで。なんかね。ちょっと気持ちよくやってます。ああじゃミスも多いけどさ。まあいいんじゃない。なんか俺より目立ってる感あるけどさ。ね、だって隠してるじゃないですか。俺のチャンネルなのに、カンセルなのが目立ってるんだけど。いや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 、だって隠してるじゃないですか。あれもちろん。それは潜入だから。そうですね、それは目立っちゃうんですよ。ちょっとあの3本目はちょっとディフェンスにちょっと、はい、うん、ちょっと強くいきましょう、ね、その重きを置いてちょっと重点ポイントをちょっとディフェンスに置いてちょっとやってみました。だからなので寄せるスピードとか、うん、ちょっと速かったですね。この辺のこの球際はちょっとこう本来のね、もともとのそのプレースタイルが、はい、もちろんその激しくはいってないけど、うん、ちょっとこうしつこくちょっとボールをつつく、うん、っていうようなことをちょっと徹底してやったかなっていう、はい、4本目はどうしようかなっていう感じだね。どういきます、どういこうかな、うん、まあだから様子見てからね、条件見てどうしようかなっていうところではあるんだけど、はい、4本目はちょっと攻撃的にシュート、はい、まあ3本目も1本打ったんだけど、そうですね、1回あれはちょっとたまたまね、こういいところに来たから、うん、積極的にちょっとシュート狙ってみようかなとは思ってますよ。はい、まあ、ちょっと状況に応じて、はい、プレーを変えていこうかなと思います。はい、これは4本ね、まだ終わりじゃない。まだ、もう少しだと思います。あ、だから3本目、4本目、1本目、2本目、3本目、4本目の2セットが終わって、はい、次が5本目と、ね、5本目ですね。3セット目のなんかちょうどいい気持ちよさで、うん、ちょうどこれね、またこうやって喋ってるっていうのもあって、はい、このままなんか上がりたいなっていう感じちょっとまあそういうわけにいかないんだね、コサルだから。そうですね、途中で帰ることに引いちゃったら、はけちゃったらね、参加してる人たち迷惑かけると思うでしょそうか、今さ8時半1時間半経過だから、はい、もう1セットもう1セットあります。もう1セットかな、あと2セット、1セット、あ、まあ、じゃあ4試合、ごめんなさい、1セットですね、1セットで2試合でしょ、あと2試合でしょ、じゃあラスト2試合ですね、ラスト2試合ね、はい、ラスト1セットですね。 OKOK、 じゃあここら辺でギアもっと上げます。でただ状況でちょっと状況によって突然上げると、そうですね、じゃあ行きましょう。